ご指摘の皆様、間第20次増資最終会合の開会を迎えられたことを嬉しく思います。世界では新型コロナウイルス感染症による未曾有の保険経済、社会危機が続いており、特に影響の大きい低所得国では多くの人がいまだに苦しんでいます。そして足元では新たな変異株が 脅威となっていますがこの変異株の発生により途上国を含めた世界全体での封じ込めが必要であると,ということを再認識しました日本はコバックスファシリティに対して合計10億ドルの貢献を行うことを表明するとともに合計6千万回をめどにこれまで 約3,000万回分のワクチンを各国地域に供与してきています加えてワクチンを接種現場までのまで届けるためのラストワンマイル支援等を通じ世界全体におけるコロナ収束のため途上国におけるワクチン関連支援を実施してきましたアイダもまた危機の発生直後から マルパス総裁のリーダーシップの下でパンデミックで苦しむ低所得国に対しワクチンを含むコロナ対策支援を精力的に実施してきました危機の中でアイダの重要性は一層高まっていますこのため日本は当初からアイダ第20次増資の前倒しの議論を主導し またその最終会合を主催することとしました。そして間が低所得国のコロナ危機からの一刻も早い脱却を支援できるよう、え今回日本は過去最大の貢献である約三十四億ドルを拠出する決断をしました。え今回の会合の成功を記念して私の冒頭ご挨拶とさせていただきます。